はい、今日はねハンバーグが食べたくてびっくりドンキにやってきました。ここで親子ハンバーグ発見。これは食わねば。まずはビール。やっぱビールやで。ピザが来ましたよ、ピザが。ピザ。俺ピザ大好きやねんな。ピザがないと生きていかれへん。ここで主役の親子ハンバーグ登場。結構あるね。で、このピザ食ったけど、さらにビール。まずはハンバーグから。これはね、びっくりドンキーのハンバーグ、なんでこんなに美味しいの。これ家で作りたい。ジューシーで超美味しい。たまらんわ。変顔もしちゃう。でピザ、これピザもね美味しいの。やっぱビールやね。ここはこのタレにつけても美味しい。タレはね、かけずにね、つけるのがいいよね。味が、2種類楽しめるから。これだけ豪快に食べまくっても親子ハンバーグいいね。なかなか減らない。もうどんどん食べちゃえる。いつもね、ご飯とね、分量を考えながら食べた感じ。これはもうがむしゃらに食べれるね。うまい。ラストのピザを頬張って、この時のためにビールの分量まで考えたからね、俺。ほら、完璧。どう？ごちそうさまでした。お腹いっぱい。しかし、ここで痛恨のミス。デザートを頼んでたことを忘れてさ。お腹いっぱいやのに。食べるんやけど、美味しいねんな、これがまた。こんなこともしちゃうもんね。また戻しちゃう。すいません。これで食べても、また戻しちゃう。スプーンもベロベロしちゃう。ベロ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 。向こうの人が俺のこと見てるんですよ。下品や。下品ちゃう。